もう手料理食べたい。手料理食べたい。え、カルタンの好物は何？うん、野菜以外のもの。野菜以外？でもあずきちゃんが作ったら食べるわ、野菜も。その代わり鼻をつまんで食べるかもしれない。失礼。ね、本当にもう食べれないってこと？いや、なんか、まあ、そこまでじゃない。今言ったみたいに、なんか息止めながらとかだと、うん、まあ食べれるんだけど。いや、そこまでして食べんくてよくない？だよね。それもう、うん、そこまでして食べる必要ないよな、野菜。だから食べない。あずきちゃんはさ、得意な料理なんなの？なんだ？もうすごい迷ってるからね。得意料理で迷うって相当いろいろ作れるで。よく作るのは、うん、ペペロンチーノとか、なんか簡単な肉うどんとか。え、肉うどんいいじゃん。あなた、ニンニクは大丈夫なの？ニンニクはね、食べれる。ニンニクと油はうまいなと思う。いや、そうなのよ。なんかね、本当に食べられないものは意外と少ないのかもしれない。あー、じゃあ食わず嫌いってことですね。でもですね、僕ももう何度食べても無理な、うん、何ですか、一生涯共演 NG の食べ物が実は何何一つだけ。気になる。何ですか？いいですか、言っちゃって。はい。まだ言ったことがない。いや、小豆なんですよね。これは、いや、違う、小豆、小豆違いがもう本当に苦手で。え、それはだからあんことか、うん、ってことか。もうあんこは無理だね。お汁ことか。おし、もうね、僕お餅も苦手なんよ、実は。あ、お餅苦手なんだ。お餅に来てるからね。カナンスナイだった。カナケン開催や。カナケンが終わるときは多分このもう、あずき共演 NG のせいだろうな。いや、まあでも確かに苦手な人は苦手だよね。やっぱね、どうしてもダメなんだよな。うん、でもあずきちゃんってなんか好き嫌いなさそう。基本何でも食べるけど、食べそう。本当にダメなのがパクチー。あ、パクチーね。パクチーだけはね、食べれんのよね。え、なんかあんなに、なんか薬味で、大葉とか、なんかシソとか、みょうがとか、めっちゃ好きなのに、パクチーはダメ。なんでだろう、どうして。いや、まあでもね、あれはね、ちょっと癖ありますからね、ってパクチー食べられる人みたいな言い方するけど、僕も無理ですね。イエーイ。はい、はい、ポンポン。せーの、ゴーゴーレッツゴー。